はい、ということでね、今日の企画は英語禁止マインクラフトサバイバルです。おぉ、英語禁止？そう、英語をね、喋ってはいけません。ただね、まあマイッキーっていうね、名前だけは OK にしましょう。それ以外の英語は禁止です。 OK、うん、英語禁止ね。じゃあスタートっていうか、始めか。お、始め。OK、そうだね。よし、そっかそっか、それも英語だったか。マイッキー、とりあえずまずさ、木を集めない？木、木を集めましょう。生き残る生活だよね、そのね。そうだね。おーし、木をいっぱいゲットしたぞ、マキ。そしたら次何やる？次は炎を作ろう、作業台とね。オッケー、作業台をね、作りました。はい、設置。で、今日そうしたら木の棒、棒とこの木材で斧をね、僕は作りました。僕も斧作った。まあ、斧を作ることによってもっともっと早くね、木をね、ゲットする。か、木をゲットって言ったね。気をつけないと、テンション。気をつけないと木をね、入手することができます。そうだよ、けど僕今のところ大丈夫かも。結構簡単なんじゃない？うん、なんかマキね、英語禁止かなりね、うまいと思います。僕得意かも。よしよしよし、僕はもしかして苦手かな。頑張ろう。よしマキ、とりあえずね、結構木材手に入れたことだしさ、なんか探しに行かない？行きましょう、食べ物探そう。食べ物、よーし、てことで、よしよし。あー、そうだね、マキ、船を作らない？船。そう、船作ろう、船。いいね。よし、船を作りました。柏の船を作りました。柏の木で作った船ね。ナイス。あー、ナイスって言っちゃった。おダメダメダメ。マキ、あー、難しいね。そうだね、難しいね。英語禁止はかなり難しいです。マキが今ナイスと言ってしまいました。頑張ります。お、待って待って、村はない、村あるぞ、村。発見したー、やったー。おー、村発見しました。そしたらマキ、村でいろいろな、なんていうんだ、物をゲットしましょう。そうだよ。お、よし、いろいろなものを集めましょう。これなんて言えばいいんだろう、これ。どれ？これなんて言えばいいの、これ。これは寝るところ。寝床かな。なんかちょっとな、なんか寝るところじゃわからないな、これ。まあでも寝るところしか、そう表現するしかないよね。そうだね。あ、そうだ、マキマキ、木のつるはし作らない？木のつるはしで石とかもゲットしたいなと思います。木のつるはしを作ります。そうしましょう。よし。この境界を削って石をね、ゲットしたいな。石をゲット？テンション、また行ってるよ。また行ってしまいました。石を入手したいです。そ、そういうこと。同じ過ちを繰り返してしまいました。そ、あとは大丈夫、石のつるはしをゲット。ゲット、あ、テンション3回繰り返しました。集中だよ、テンション。集中します。寝床ゲット、危ない、行ってないかな、ギリギリ。マキも黄色の寝床をゲットしたわけね。食べ物は？食べ物欲しいな。あ、チェス、あ、これは箱、宝箱、箱発見します。宝箱、箱を開きます。おー、おー、鉄があるぞ。ね、マキ、あれを作ります。バケツ、バケツ、バケツ、バケツ。ん？バケツって英語じゃないの？どうなんだろうね。じゃあ、なんて言えばいいの、これ。うん、OK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 。鉄の、鉄の OK をゲットしました。OK だ、OK。鉄の OK ゲット。よーし。そしたらマキ、食べ物探そう。そろそろお腹が空いてくるぞ、僕たち。そうだよね。あ、またまた、麦俵があるんじゃない？もしかして、奥に。麦俵を取ろう。麦俵を取って。麦俵を入手。回収。うん、入手。麦俵を入手、入手。そして、小麦にするのかな？小麦にしましょう。小麦にして、あれを作りましょう。小麦を発酵させた食べ物。なんて言うんだろう。まあ、よくわからないけど、これです。小麦を発酵して作る食べ物を作りました。素晴らしい。よし。いや、待った、マキ。ん？違う。何？パンって言っていいんだ。だってパンって英語じゃないもん。あ、そうなの？パンは英語でブレッドです。あ、そっか。じゃあ、パンだ、パン。うん、これは多分フランス語かなんかだと思うので、これは OK です。パンは OK。素晴らしいです、デンチキューン。よーし、パン入手。パン入手。よーし、パンうまいな。うん。あ、これはなんて言うの？この生き物。鉄の魔人？ん？なんて言うんだろうね。鉄の万人とじゃ。鉄の万人だ、守り人かな。そしてね、マイキー、こっち来てよ、こっち来てよ。行きます。はいはいはい。ここにね、遺跡を発見したんだよね、遺跡。遺跡？うん。で、宝箱をオープンします。おー、すごいぞ、オープンします？待って待って、宝箱を開けますでしょ？そうだね、宝箱開けます。そう。金のツルハシ。しかもなんかエンチャント付きたぞ、これ。すごいね。金のクワ。金の斧。金の、なんて言うんだこれ。なんて言うんだろう。金の、なんか、土を掘るやつ。
ゲットしました。よし。いや、意外と英語禁止だってね、難しいな。難しい。なんて言えばいいのかわからないのが多いからね。よし、マッキー、夜になってきたから寝床で寝ましょう。寝床で寝ましょう。はい、寝床を設置して、はい、寝まーす。寝まーす。起きました。朝です。朝です。マッキー、洞窟に探検に行かない？洞窟。洞窟に行きましょう。洞窟に行くぞ。お、待った待った。ん？この鳴き声はなんだ？いや、なんか聞こえるな。これ何の鳴き声、マッキー？わかんない。なんて言えばいいんだろう。ちょっと掘ってみましょう。なんかね、いるんだよね、この近くに。絶対いる。鳴き声が聞こえるんだよね。おお、やっぱりやっぱりやっぱり。いる？洞窟に繋がってました。いるぞ、これは。洞窟いるね。これはなんて言うんだ。これは不死身のもの。なんて言うんだ。まあ、いや、溶岩で倒します。わかんない。あ、よし、これもなんて言うんだ。なんか爆発する敵を倒します。おー、いいぞいいぞいいぞ。洞窟探検楽しいな。お、マキマキマキ、これ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 。ん、どこ行った。僕はね、これが欲しいんだよね。石炭。石炭。石炭を集めていきます。よし、松明作れる。明るくできるからね。そうそうそう、光かな。タイム。お、ちょっと、うわわわわ、おお、爆発した。なんか爆発する敵が来たぞ。なんて言えばいいんだろうね、この緑色の敵の名前。わからない。なんて言うんだろう。まあ、いっか。まあ、いっか。まあ、とりあえず松明いっぱい作るぞ。うん、多めに作ります。そうしたらあれを発見したいな。前からで一番レアな青色の宝石。鉱石。なんて言えばいいのかわからないな、日本で。お、また鉄ゲットしといた方がいいな。鉄。そうだね、鉄の面しかないとね、あの超高価な鉱石を掘ることができないからね。そしたらこうやってかまどを作ってと、うん、よし。石炭で鉄を精錬します。今のところ順調だぞ。最近英語言ってないしね。今言ってないね。うん、いいないいな。よし、石炭をゲット。ゲットって言った。あ、あ、あ、言ってしまった。気をつけなきゃ。ゲット危険だな。これ、ちょっと、危険ワードナンバーワンかもしれないな、これ。無意識に言ってしまうな。そしたらね、鉄が焼けたから。できましたね。鉄のつるはしを作ります。よし、マキ、探しに行くぞ、とりあえず。探しに行きましょう。地下深くを目指します。今14か。ここら辺にありそうなんだよな。この高さでありそうだけど。あ、ん、なんかあった。なんだこれ。ね、なに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 。これなんだ。これなんて言えば、赤石。赤石。これはなんだ。赤石。赤い石。赤い石をゲットしまーす。ゲットしちゃダメだよ。あ、赤石を入手しました。さ、赤石を集めましたね。こっちもっと深い場所ないかな。深い場所。お、待って待って。ん？これはなんていうのかわからないぞ、これ。これなんていうんだ？これはちょっと日本語ではないんじゃないかな、これに対応する名前が。それはじゃあ言っちゃっていいのかな？な、これは日本語にないから言いたいと思います。これはラピスラズリです。ラピスラズリ、ゲットじゃない、集めました。まあとりあえずね、お目当てのものをどこにあるんだ、ちょっと探します。探しましょう。そしたらマイキー、もう掘っていくしかなさそうだな、これ。掘っていこう。どんどん掘っていけばいずれ見つかるんじゃない？お、壊れてしまった。僕横方向に掘ります。オッケー。おおお。お。ん？マキ？何？これ。ん？お目当てのね、ものを見つけてしまいました、僕。すごい。これ日本語でなんていうのかわからないけれども、これです。超高い宝石。とても高級なもの。とても高いものを発見しました。おお、やったー。嬉しい、素晴らしい。嬉しいぞ、これ。うん、やった、嬉しいな。あとの巻き、後ろ気をつけて。おめでとう。おお、バレてなかった。おお、よーし、素晴らしい。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、ツイッターのフォローとインスタグラムのフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく。よろしくね。